私ダウンダウン。これで10連敗だよ。亜生くんだってすぐ出るくせに。女の子の前だとすぐどもったり赤くなったり。私、昴生くんが好きだった女の子を誰か言えるよ。山口さんに、石原さんに、あと、大橋さんも。染めさんかな。昴生くん、私が巫女をやったら何でも言うことを聞いてくれるんだよね。今から言うことを聞いてね。絶対断っちゃ嫌だよ。私と。嬉しい。やっとだね。昴生くん、やっとちゃんと言ってくれたよ。本当だよ。何度も言ってくれそうになってたのに、なかなか最後まで言ってくれないんだもん。恋人になったってならなくったって、幼なじみは幼なじみだよ。そこは何があっても変わらないよ。でも、昴生くんは私を女の子として好きなんだよね。私でエッチなことは考えないの？魅力ないの？私でエッチなこと考えた？